皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容はチークの基本のキーでございます。いろんなタイプのチークのテクニックがありますけれども、チークはその人の存在感を引き立てる大事なアイテムになります。そのチークの素材や使い方、そして相性というところがいろいろありますので、今からその基本のキーご紹介したいと思います。それではスタート。それでは早速始めていくわよ。今日はですね、こちらにいろいろなタイプのチークをセレクトして用意いたしました。チークといってもですね、いろんなタイプのものがあります。そしてチークの役割というのもあるんですね。チークというのは顔の形を柔らかく見せたり丸く見せたり、そしてシャープに見せたりクールに見せたりという役目があります。チークの入れ方、色によって顔の印象がガラッと変わりますので、そのなりたいメイクアップ以外にですね、ご自身の魅力、骨格をどう引き出したいかというのもチークの役目にかかっております。数年前まではチークレスといってチークを抜くメイクが流行っていたんですけれども、この数年はですね、チークというメイクアイテムは必ず必須になってきております。最近のトレンドメイクではチークがないメイクというのは全くありませんので、今このチークの基本のキっていうのは皆様にとって重要な企画かと思います。そして何といっても粉の形状、そして液体の形状がとても良くなってきたことによって、チークはテクニックが必要と思っていた時代から、今はですね、誰でも簡単にテクニックレスでなんとなく適当にやったのにすごく素敵に仕上がるというアイテムが増えてきましたので、そんなアイテムを今日はセレクトいたしました。その中でもいろんなタイプがありますので、大まかに分けて、こちらがパウダータイプのもの、そして、こちらがパウダーなんですけれども、少しふんわりしたタイプのテクスチャーのもの、そしてこちらがニュアンサーチークといって、なんとなくニュアンス、雰囲気チェンジをしたいときに使うチーク、そしてこちらがですね、こういったスティックタイプのもの、リキッドタイプのもの、そして UV ジェルチークっていうタイプのものも出ております。その中でのアイテム選びというところでは、やはり使っていて心地いいというところで選んでいただくのも正解になります。まず基本のキの中でもベーシックとなるのがですね、こちらのパウダータイプのチークになります。パウダーチークというのは大体の方がお使いいただいたことがある形状かと思います。こういったプレストパウダーチークというのはですね、パウダータイプのものをプレストされているチークになります。粉がこうやってプレストされていることによって、ブラシをささっと滑らせることによって粉がブラシにつくという形状のものです。一番ベーシックに使いやすいとされているものなんですけれども、この中でもいろんなタイプの質感がある中で、高発色なものからソフトな発色なものっていろいろあるんですね。それはブランドによって、シーズンによって打ち出し方が変わってきますので、パッと見た印象で、例えばこういったチーク、これは見た感じちょっとお色濃いですよね。そして実際にこちらのチークは高発色でしっかり色がつくタイプになります。しかし、こういった、カネボウのチークで、こちらも左側は同じような色のトーンですけれども、カネボウのこちらのものはですね、色の発色がとても弱いので、何度重ねていただいても失敗がなく、薄付きに仕上げることができるというタイプになります。どちらがいい悪いではなく、なりたいルックに合わせて、選んでいただくか、もしくはですね、ブラシとの相性というところ、そしてテクニックとの相性というところがあります。力が入りやすく、どうしてもチークが濃くついてしまうんですっていう方は、こういった薄付きタイプのものを選んでいただくとよろしいと思います。そしてブラシがふんわり柔らかいタイプのものに関しては、こういった高発色のものでも柔らかくつけることができます。そしてチークブラシが硬いものをお使いいただく際は、こういった高発色ではなく柔らかい発色のものがとても相性がよろしいんですね。そこら辺は、なりたいルック、どういったメイクをするかによってブラシとこういった発色を合わせていただくといいかなと思います。そしてこういったマットのタイプのもの、そしてこういったキラキラのパールが入っているものの違いというのがですね、マットタイプというのはふんわりフォギー感、柔らかい質感に仕上げることができるタイプのものになります。そしてこういったゴールドパールというものが入っているものに関しては、ゴールドというのは肌色に溶け込みやすく、立体感をプラスするのにとっても適した質感になりますので、ゴールドパールが入っているものの方が色プラス骨格を引き出すための立体感という感じで選んでいただくといいかと思います。そういったゴールドパールではなく、シルバーパールが入っているタイプのチークというのもあります。シルバータイプというのはですね、透明
明感を引き出したりとか、キラキラとした演出をするときにとても有効なチークになります。そこら辺はなりたい肌の質感、チークの質感に合わせて選んでいただくといいかなと思います。近年では小顔メイクっていうのもベーシックになってきてますよね。どんなメイクであろうとも絶対小顔っていう方も増えてきたと思います。私もなんですね。そういった方はブロンジングパウダーというものをお使いいただいてもいいんですけれども、チークでブロンズカラーをお使いいただくっていうのも一つの手段になります。例えば私がお気に入りで使わせていただいているこちらアディクションのマットタイプのチーク、年季が入ってしまうっているほどに私これで大好きなんですけれども、こういった透明感が出るマットというタイプのものもあります。これはチークとしての役割なんですけれども、ロートーンになりますので、お顔の外側にシェーディングとして入れていただきますと、お顔の骨格が引き立ちながらキュッと引き締まった印象になりますので、こういったものをブロンザーとしてお使いいただいてもいいかなと思います。そしてメイクのルックに合わせて、こういったブロンジングのカラーのお色というのもいろいろありますので、こういったベージュのカラーもローライトとしてお使いいただけますので、こういったものを普段例えば、こういったピンク系のチークを使いいただいたベースにこういったカラーを、ね、レイヤードしていただきますと、ちょっと骨格を引き出しながらヘルシーに仕上げるパターンというやり方もあります。そしてこのプレストパウダーチーク以外にですね、ルーセントチークパウダーというのがあります。こちらはジバンシーのものになるんですけれども、ルースパウダーのように、プレスされてない粉状態のチークを言うんですけれども、こういったものは何が違うかというと、プレスされているものはですね、粉体が若干潰れていたりとか硬いものが多いんですけれども、こういったルースタイプというものはですね、粉体が柔らかいものによってふんわり柔らかくつくんですね。しかし、こちら柔らかくつくからといって簡単につけれるかといったらちょっとそういう問題ではなく、ルースタイプになっているものはですね、ブラシの含ませ方やブラシの乗せ方のテクニックが必要になりますので、最近ではこういったテクニックレスで簡単につけれる、プレストタイプのパウダーチークが人気です。しかしこれ年々ですね、プレストの仕方や機械がどんどんアップデートされておりますので、私が今こちらに選ばせていただいているプレストタイプのチークというのは全部がふんわり乗るタイプになっておりますので、こちらはもう間違いないかなと思います。そしてこちらのレーン、こちらのゾーンがこれがね、ちょっとしっとりプレストチークになります。近年ではこのゾーンがとっても人気なんですね。触った時にふんわりしっとりしているというもの、そう、私のお気に入りのこちらコスメデコルテのこちらのチークなんですけれども、触っていただきますとしっとり柔らかいんですね。しっとりしていてちょっと湿っているような感じなんですけれども、お肌にのせるとサラサラになるという不思議なテクスチャーです。このテクスチャーのチークというのがこちらのゾーンでね、これ最近すごく流行っております。最近ではよりナチュラルにエフォートレスな肌の質感、より生っぽい感じの質感を求めてらっしゃる方が多いですよね。そういった方にはこういったしっとりふんわりチークを使いいただくことによって、そのしっとりした肌の質感をキープすることができるということでとっても人気です。そしてなんといっても高発色なものがそんなにないというものが特徴です。なのでもともとの肌の質感を損なえたくなかったりとか、なんとなくふんわりのせたいなっていう時にはこちらのしっとりプレストチークっていうのがとってもおすすめです。あとはですね、特徴としてこういったドーム系になっているタイプのチークというのもあります。こういったね、ちょっと横からご覧いただきますとちょっと使ってしまっているので形が崩れているんですけれども、ドーム型になっているというものはですね、ちょっと作り方が違いまして、チークをプレストする際にですね、熱をかけるんですけれども、その熱のかけ方がですね、ドーム型になっているものの方が空気が含んでいることによってよりふんわり取れるような形状に作られております。なので高発色っていうものがほとんどないんですね。より空気を含んでふんわりつくような形で求めていらっしゃる方は、この形状が丸いもの、ドームになっているというものを、お選びいただきますと、より失敗なくナチュラルにつけることができるというのが特徴になりますので、あそこら辺、プレストになっていてもどういう風になっているかを、ね、選んでいただくといいかなと思います。そしてチークブラシもですね、ふんわり柔らかいタイプのね、例えばリス毛のチークブラシ、そのチークブラシをお使いいただいている方はあまりね、相性がよろしくないんですね。というのはリス毛っていうのはですね、もともと柔らかくしかつかないので、ほとんど色がつかないんですね。なのでふんわりプレストチークをお使いいただく際には、そういったちょっとブラシの形状が少し腰のあるタイプのものの方がとっても相性のよろしい形状になります。じゃあそういうチークブラシがいいんですか？当たり前でしょう。ちなみにですね、そういうチークブラシは全ての形状に相性がよろしいように作られておりますので、適度な腰と柔らかさ、そしてちゃんとしたテンションがかかるというのが、そういうチークブラシの特徴になりますので、そこら辺ご安心あれということでございます。そうよ。
じゃあお隣、こちら、クリームタイプのプレストタイプになります。油分が配合されていることによってこういったチークのテクスチャーがですねしっとりツヤツヤになるっていうものが多いんですね。しっとり形状のものはリキッドファンデーションやクリームファンデーションとの相性がよろしいです。ここの形状で相性の悪いものはですねパウダー形状のファンデーションや粉体が多く含まれているファンデーションというものはですねクリームタイプはちょっと不向きになります。ブラシでも簡単につけることはできるんですが基本的に指でトントントンってこのようにナチュラルに仕上げたいという方にとっても向いているチークになりますのでどちらかというとジューシーでちょっとすっぴんっぽい感じのツヤっぽい感じが好きという方はこういったクリームタイプっていうのがとっても相性がいいです。そして若干高度なテクニックではあるんですけれども質感違いのレイヤードクリームタイプの上にパウダータイプを重ねることによって、ね、そこで骨格を引き出すというやり方もありますがそれは若干上級者テクニックになりますのでヘルシーなツヤ肌メイクが好きという方にとっても向いているチークになります。そのレイヤードというのは上級者テクニックではあるんですけれども最近はですね一般の方でもそのテクニックをされる方というのが多いことに気づきこちらヒンスなんですけれどもヒンスではこのね蓋を開けていただきますとクリーム形状とパウダー形状のものがですね一緒になっているパレットというのも出ております。こういったものも最近は登場しておりますので本当に多様性というところがこういったところにも出てきております。皆様もまずワンアイテムで綺麗に乗せれるということはもう絶対条件にしていただきたいんですね。そして次のステップはチーク同士のレイヤードそこができるようになった時またご自身のね内側のパーソナリティや個性というところをさらに引き出すことができますのでそういったやり方というのは今後のヒロビューティーチャンネルの企画でもいろいろメイクをしていきたいなと思っております。そして近年ではですねそのチークレスから突然チークメイクっていうのがリバイバルしてきた時代があったんですね。その時から一気に増え始めたチークの特徴というのがあります。そうニュアンサーチークです。チークといってもねこういったプレストパウダーチークの中でも柔らかくつくものがあるって言いましたよね。それよりもさらに柔らかくつくタイプというニュアンサーチークというのが登場しております。それがこちらのゾーンになるんですけれどもチークは入れたくないけれども血色感が欲しいもしくはチーク入れたくないけれどもアイメイクやリップのつなぎが欲しいもしくはですねチークはしたくないけれども健康的に見せたい可愛く見せたいかっこよく見せたいってありますよね。そんな時にはニュアンサーチークがとっても役に立ちます。それがこちらになるんですけれども私のドワイ好きなチークがですねこちらディオールのこちらのニュアンサーチークになります。こちらは以前私の YouTube チャンネルでもご紹介させていただいておりますが見た感じハイトーンで若干ちょっと使いにくそうと思いますよね。しかしこれですねしっかり指にとって乗せていただいても色がそんなに出ないんですね。しかし柔らかくふんわり出てるの分かります？これがニュアンサーチークと言います。逆にこういったオレンジのカラーはふんわり広範囲に乗せていただきますとヘルシーにそして健康的に見せることができる。そしてこちらの赤みというのはですね少しセンシュアルな印象でちょっと高揚したような印象に仕上げることができるというカラーになります。でニュアンサーチークの中でもニュアンサーハイライターというのも登場しております。こちらはハイライトなんですけれども色がついているタイプになります。こういったものを頬のトップの高いところやお顔のねちょっと高くしたいところにふんわり乗せていただくことによって色プラス立体感こういったものをニュアンサーハイライターとして最近では好まれて使われる方も多いです。チークの上にこういったニュアンサーハイライターをつなぎとして入れることによってお顔のまとまり統一感というのを引き出すことができます。私プロのメイクアップアーティストは必ずこういったニュアンサーハイライターチークは最近皆さん入れてますので使ったことがないという方をね一度使っていただきたいと思います。次どれにしようかなということで、こちらヒンスからもですね出ております。こちらは韓国のブランドになります。そうこれはソフトドームといってねこれもまたちょっとプレスが弱いタイプになりますのでふんわりついてくれるタイプのものになります。先ほどのこちらのねディオールのニュアンサーハイライターと違ってこれよりも若干高発色っていうところが特徴です。先ほどのこちらのディオールはマットタイプこちらはパールタイプになりますのでマットでふんわりフォギーな印象柔らかい血色感や柔らかいニュアンスが欲しいときはディオールそして色プラス血色感プラス立体感やヘルシーな印象にしたいときそういったときにはこういったパールが入っているタイプのものを選びいただくといいかなと思います。マットのディオールそしてこちらがヒンスのツヤちょっと違いますよね。
そう、ニュアンスはなんとなくの色味の、ね、ニュアンスなんですけれども、質感がちょっと違いますので、ふんわりコーンハイに乗せることによって全くガラッと違った印象になります。この辺もメイクのルックに合わせてお選びいただくといいかなと思います。次ということで、こちらもう私大好きな形状なんですけれども、こういったスティックタイプのチークというのがあります。スティックタイプはですね、若干粘度があるタイプの、しっとりしたタイプのものがほとんどなんですけれども、こうやって触っていただきますと、こちらはバイアのものなんですが、こういう感じスティックでトントントンって取ることができるタイプ。私はこのスティックタイプのものが好きな理由というのがですね、直接お肌にこうやって特できるっていうのがポイントです。朝の時短メイクや直接ねパーッと乗せたいという方にはとってもおすすめのチークでございます。こういう感じで、これはね結構つるっと油分が多めのタイプのものになりますので、ベースメイクは粉体がやはり少ないタイプのものが相性がよろしいです。でこちら、こういったスティックタイプのものでも、これはですね触っていただきますとしっとりしてるんですけれども、お肌にのせるとサラッとするタイプになります。これまた、メイクのルックやお好みに合わせてお選びいただくといいかなと思います。そして次はですね、最近すごく流行っている形状というのがあります、リキッドチークです。リキッドチークもですね、年々ですねどんどん進化を遂げてとっても使いやすくなりましたので、テクニックがないという方でも簡単に使えるアイテムというのが増えております。特に最近私のお気に入りのこちら NARS でございます。こういったリキッドタイプの形状というのはですね、広げるのが難しいというのが当たり前だった時代があったんですね。しかし最近ではですね、液体形状がとっても使いやすくなりましたので、ムラになるということがほとんどなくなりました。リキッドの中でもピンからキリ、こういった粘度があるタイプのリキッドを使いいただく際には、簡単に指でこうやってぼかすことができます。広げ方というところで、ポイントとなるのがリキッドチークはですね、油分が入っておりますので、ファンデーションが厚くコンシーラーも使った上からのせる際にはですね、こすってはいけません。ベースメイクと混ざり合うことによってこのムラになってしまう可能性がありますので、リキッドファンデーションやクリームファンデーション、コンシーラーを使いた際には絶対上からタッピングしながら広げていただくっていうのがポイントになります。その付け方さえ取得していただければ、リキッドチークはよりヘルシーでナチュラルに、そしてみずみずしい印象に仕上げることができますので、これは最近のトレンドとしては絶対必須の形状であると思います。で、私がメイクを始めた時代というのはですね、当時のリキッドチークというのはですね、もうシャバシャバの本当に水タイプのリキッドチークというのがありました。NARS にも昔ありました。しかしそれはですね、乗せた瞬間に染まってしまったりとか、広げ方によっては本当にムラになるというものが多かったんですが、進化を遂げて近年ではもうほとんどムラになりにくくなっておりますので、リキッドチークトライしたことがないという方、もしくは新しい顔に出会いたいという方、ヘルシーなみずみずしさが欲しいという方には、リキッドチークはとにかくねおすすめでございます。そしてこちらジェルタイプのチークというのがですね、もう皆様にとっての救世主じゃないでしょうか。 UV が含まれているジェルチークになります。チークの中に UV が入っているというのは本当に今までなかったんですけれども、アリーから登場いたしました。昨年から私もお気に入りで使わせていただいているんですけれども、 UV が入っていることによって可愛くヘルシーに健康的に見せながらもお肌を守ってくれるという効果があるんですね。そしてなんといってもジェルタイプになりますので、しっとりしてるっていうところもポイントになります。これを私2色ミックスして使うのが大好きなんですけれども、これはデイリーにお使いいただきやすい2色ということと、ピンク単体でも使いやすいし、オレンジ単体でも使いやすいんですけれども、混ぜていただきますとこのようにサーモンピンクのようなカラーになりますので、どんな肌色の方にも好相性、レイヤードにしていただいても素敵かと思います。そして色を足していただくことによって、チークはこれだけで完結してしまうぐらいのちゃんとした発色にもなります。こちらのチークはおしゃれでありながらもデイリーにお使いいただきやすいジェルチークということで、私とってもお気に入りで、これは手放せないアイテムになっております。じゃあ小田切さん、いろんな形状は分かったんですけど、皆さん塗り方を知りたいと思うので、ちょっと左右で違った印象で塗っていただきたいなと思うんですけど、値に？そうです。しょうがないわね。じゃあ値のお顔を使って、はい、ちょっと1個はヘルシーな感じ、いつも小田切さんが好きそうな感じと、あとはちょっと可愛らしいヒロちゃんスタイルで、それ得意です。そうなんです。どれにしようかな、どれにしようかな。ということで、じゃあね、
大人可愛い印象にしたいときにはですね、大胆にやっていただくっていうところがポイントになりますので、その大胆さっていうところではやはりニュアンサーチークかなと思います。なのでじゃあ私がですね、分かりやすくではなく、え、これ入れていいのっていうものを使っていきます。こちらディオールのね、私の肌にはなかなか難しそうなカラー、こちらで大人可愛いを表現していきます。そしてヘルシーな感じというのはですね、やはりですね、じゃあこれ使おうかな、カネボウのこちら、こちらオレンジとピンクのデュオタイプになりますけれども、このオレンジのカラーを使ってよりヘルシー美人という感じでやっていこうと思います。ただのヘルシーは絶対嫌、美人がつきました、絶対そう。アタギはね、世界四大美女になるためのね、一つのアイテムとしてやっぱチークがありますので、そう、これを使っていきますね。じゃあこちらの顔で可愛い、あ、ちょっと逆にしよう、あたいね、実はね、右側の方がちょっと可愛いんですよ。で、こちらの方がちょっと大人っぽいんです。そう、皆様もね、お顔というのはですね、アシンメトリーなんですよ。シンメトリーの方ってほとんどいらっしゃらないのと、シンメトリーは不自然なんですね。人間というもの、そして美しい芸術作品というものは基本的にちょっといびつなものが美しいとされておりますので、右と左の美しさを引き出していくというのがポイントになりますので、これがメイクで可能になるんですね。なので私はこちら側をちょっとヘルシー美人、こちら側をちょっと大人可愛いにしていこうと思います。じゃあそこで相性がよろしいのがこちら、創業チークブラシでございます。じゃあまずは、こちら、ちょっとピンクいくわよ。これでまずですね、このニュアンサーチークは広範囲に入れていただいても OK なんですけれども、ふんわり柔らかい丸い印象だけれども骨格は引き立っていたいんですね。その際にはトップの高いところにファーストタッチ、ここから外に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 なんですよ。こういう感じ、広げながら中心をポン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 という感じです。そう、こうやってポンポンする際にもですね、止めちゃうと丸くなっちゃうので、払いながら払いながらポンポンポンなんです。こうやって、ちょっと可愛くなってきた。こういう感じでファーッと入れていただきますと、見て、ふわっと温かい雰囲気に見えますよね。ニュアンサーチークになりますので、ふわーっと広範囲に入れていただいてもチークメイクしたっていう雰囲気で見えないですよね。どう？かわいい。ありがとうございますということで、そう、実はですね、こういったハイトーンのブルーミカラーというのも私のような褐色肌でも見てください、馴染んでますよね。そう、なので自分の肌には似合わなそうではないんですよ。こういった似合わなそうなチークと思っても試してみたら、新しい発見、新しい美人度を、ね、引き出すことができます。でも可愛い印象なんですけど、本当にちゃんと骨格が立ってますね。でしょ、そうなんですよ、うん、そう、ここは今、ね、いい質問してくださいました。このチークを単体でポンと引き立つと似合わないんですよ。けれどもこれを溶け込ませていく、こうやって骨格になじませているので、とっても綺麗になじんでますよね。こことここの色全然違いますでしょ。違うんですけれども、ここからここちゃんとフェードアウトしていることによってちゃんと馴染んでいて立体的にも見えていると思います。肌色がもともと明るくトーンの白いという方は、これ外側に入れていただいても可愛かったり、下に入れていただくとあどけない雰囲気に見せることができるんですね。なのでこれもまた肌色、肌の質感、そしてそのベースメイクとの相性によって入れ方が変わりますので、そこら辺は過去のヒロビューティーチャンネルと今後のビューティーチャンネルでいろいろやっていきたいだと思います。そして左側はですね、ヘルシーな骨格、ヘルシー美人にしていこうと思います。いろいろまたつけましたね。そう、健康的に見えるっていうところの落とし込みどころで、私はですね、骨格が健康的に見せたいんですよ。この人の骨美しいって見せたいんですね。そういった時にはこのね、オレンジのカラー、ピンクをミックスしても OK ですけれども、ちょっと分かりやすくオレンジだけでいきますね。このオレンジのカラーをどこに乗せるかというと、先ほどのピンクは真ん中からふわっといきましたよね。今度はですね、骨格を美しく見せたいときには、チークボーンのトップの高いところよりちょっと下目、ここの横です。ここからチークボーンのトップにかける感じでふわっと入れていくんですね、横に。そして横に1本こうやって色が入りました、入りましたらこれを下に下げていきます。これをフェードアウト、外にフェードアウトです。これを何度か繰り返していきます。高いところから下に下げるというのがポイントです。こういう感じ、さっさっさ、そうすると骨格を美しく引き出すことができます。正面ご覧いただきますと、わかります？あ、今日はこっちのキャメラ？そうよ、あだい、こっちのキャメラみたいな初めてだね。ねえ、どうだい？ほら、今日はデルモだよ。あだいはデルモヒロちゃんだよ。サブちゃんになっちまうよ。どうだい？普通の顔でお願いします。
右と左で全然違いますよね。ニュアンスなんですけれども、こちらがちょっとふんわり温かい穏やかな感じ、そしてこちらが骨格が引き出されながらとっても美人印象になっていると思います。色がオレンジなことによってヘルシーにも見えますよね。なんか私の肌色化するとこちらの肌色の方が相性がいいと思いきや、ピンクのお色も入れ方によってはこうやって馴染ませることによってとても相性がよろしくなるんですね。合わない色味をどういうテクニックで合わせていくかっていうところにかかっておりますので、そのテクニックの方法というのは今までのねヒロビューティーチャンネル、そしてこれからの企画でもいろいろそこら辺伝授していきたいなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。今日のチークの基本の木、そうこれは基本の木でございますので、さらにワンランク上ツーランク上というチークの使い方やテクニックというのがありますので、今後のヒロビューティーチャンネルでまたいろいろ伝授していきたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方はいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。そしてサブチャンネル、 TikTok、Instagram、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。